ああ。え？おい。No se cortan nada, ¿eh? Hombres intimidantes, dice. No sé yo si son muy intimidantes. Puedes elegir varios ataques especiales con... Vale. Hay tres tipos, ataque, recuperación y apoyo. Durante el ataque puedes pulsar repetidamente o en el momento justo para aumentar el daño que infliges. La habilidad que se activa usando puntos mentales. En lugar de puntos de magia son puntos mentales. Que se muestra en el medidor verde. Oh, lo hemos reventado. Pulsa cuando esté guardia perfecta y reducir el daño recibido. Puedes ejecutar para alcanzar la perfección. Ah, quería probar de darle. ありがとうございます。はい。Pues vamos para allá. Toire no spawn. No me mola que el personaje fume. Ba-san toko ni an daro? Tōgenkyō ni motte itte yatte kunnei ka? Sonna mon, omae ga katte yare. Tōgenkyō wa jikka mo dōzen daro ga. Futsu お前くらいの年になれば実家に仕送りするのが当然ってもんだ。そんな金あるわけねえだろう。自分の生活だけで毎月カツカツだ。いっそ荒川組なんて三次団体抜けて羽振りのいいとこに拾ってもらえよ。下っ端でも今よりかいい暮らしできるだろう。バカ野郎、俺は荒川のおやっさん以外と杯川好きなんか1ミリもねえよ。従順なこった。そういや、イチちょいと小耳に挟んだんだが、荒川のガキンチョの子守係になったんだってね。言葉に気づけろ。若は俺と同じ年だ。ガキンチョじゃねえ。何が若だ。時代劇じゃあるまいし。それに子守じゃなくて介護だ。若は小さい頃から病気で車椅子が必要なんだよ。だからって外出のたびに組員に面倒見させるのかい。荒川もガキのこととなるとケツが青いね。バーバー、それ以上おやっさんのこと悪く言うと承知しねえぞ。お疲れ様です、兄貴。ああ、ミツ、高校生に金返してきたが。はい、随分と感謝されちゃいましたよ。そいつはよかった。喜んでる場合ですか。次のしのぎで上がり出さないと今日こそ頭に殺されますよ。分かってるよ。で、次のしのぎってのは切り取りっす。相手は闇金から50万借りたっきり1円も返済してねえ男です。しかもヤクザが脅してもびくともしない野郎らしくて。
他の組が手を焼いていた債権をうちが買い取ったんです。よし、ほんじゃ荒川組の威厳にかけてきっちり回収しねえとな。はい、沢城の頭からは手荒な手段使ってでも財布取り上げてこいって言われてるんで。で、その借金男はどこにいるんだ。今の時間なら第三公園にいるはずです。先に行って様子見てますんで、兄貴もすぐ来てくださいね。わかった。Creo que se le ha olvidado ya lo del desatascador. Pero bueno, tengo la sensación de que、va a haber problemas entre el prota, Ichi, y el capitán, ¿eh? O sea, parece que el tema ideales son bastante diferentes. Oh, Aniki. ¿Shakkin otoko wa ita ka? Hai. Are, mite kudasai.あいつが平塚って男です。あいつか、知ってんすか兄貴。まあいい、行くぞ。ああ平塚さんよ、優雅な休憩時間だな。借りた金を1円も返さずに吸うタバコはうめえか。おあ、なんだその目は、ヤクザ舐めてんのか。他の組には通じたかもしらねえが、債権が荒川組に回った以上覚悟すんだな。痛い目に遭いたくなけれ財布置いてなめんじゃねえぞこら。返せねえもんは返せねえ、そんだけだ。相変わらずでっけえな、グレート平塚。誰だてめえ。ガキの頃よくあんたにプロレスごっこしてもらったよ。あんたガキ相手に本気のパワーボム決めるから怖えのなんのって。お前ソープの一番か。こいつと一緒にいるってことはヤクザになるとはお似合いの結末だな。そっちこそ自衛隊行って夢破れて出戻りか。世間は厳しいね。てめえには関係ねえ。そうも言ってられねえのよ。ヤクザにとっちゃ上の命令が絶対なんでね。どんな手使ってでも財布取ってこいって言われてるんだわ。つうわけで財布ちょうだい。返す金はねえっつっただろ。頼むってグレートさんよ。財布渡してくれるだけでいいんだって。あんたを相手に手荒な真似はしたくねえんだよ。わかるだろう。大人になってまでパワーボムで俺に泣かされたくねえってか。ちげえよ、カムロ町界隈の中学生最強だったあんたがタップして降参する姿なんか見たくねえってことだよソープの一番ごときが舐めた口聞きやがって。そんなにこれが欲しけりゃ力ずくで奪ってみやがれ。よっしゃタッグマッチで行こうぜ兄貴。お前はレフリーだ、手出すんじゃねえ。え、ごちゃごちゃ言ってんじゃねえぞこら。ちびるんじゃねえぞ。手加減しねえぜ。でも、ね、下がるマルティーよ。ほらほら、とっておきだ、見せてやるよ。ほら、なんだと俺の番だな、とっておきだ、見せてやるよ。行くぞ。ごめんなあ、これで弱っ。おっ、これで元通りだ。Bueno, al menos con eso nos hemos despertado. Bien, hemos subido de nivel. A ver, no hemos aprendido ninguna habilidad. Bueno, claro, porque hemos subido
el nivel del... Hemos subido el nivel del, personaje, pero no del trabajo. やっぱりあんた強えな。だが勝ったら俺だ。約束通り財布はもらってくぜ。頼む、それだけは勘弁してくれ。お願いだ。なんだよ、ちゃんと金持ってんじゃねえかよ。お前鼻から踏み倒すつもりだったんだろ。え、何やってんすか兄貴。え、何って、なんか余計なもん入ってたからよ。余計なもんって、これ金。グレートさんよ、約束通り財布はいただいてくぜ。え、はい。よし行くぞ。見て、ちょっと兄貴。どういうつもりっすか。なんで金回収しないんすか。平塚は踏み倒したりしねえよ。いつか必ず返す。なんでそんなこと言い切れるんすか。大晦日にまで突貫工事の現場に出てるやつが目的もなく働くわけねえだろう。あいつの吸ってたタバコはよく見りゃしけもく、そこらに落ちてたやつ拾って吸ってたんだろう。とはいえ財布にちゃんと金入ってましたよ。明日は正月だからな。母ちゃんに少しでもいいもん食わせてやりたいと思って銀行から下ろしといたんだろうな。だからって返済を延滞していいとはならないっすよ。昭和通りを通ったとこに古い駄菓子屋があるの知ってるか。え、ええ、確か少し前に閉店した店ですよね。ペドロ・シェル・デ・ラ・ファミリアの。それが何すか。あの店が平塚の実家、おふくろさんの店なんだよ。そうなんすか。1年くらい前におふくろさん体壊して結局店閉めたんだ。この前見舞いに行ったらすごく痩せててよ。でも嬉しそうにしてたぜ。息子が看病のためにカムロ町に帰ってきてくれたってね。じゃあ平塚が借りた金ってのは。おふくろさんの入院費と手術費だ。でもこのまま帰ったら俺たち沢城の頭に殺されちゃいますよ。な、問題ねえって。頭からは財布取ってこいって言われてんだ。財布ならほれね。そんな意味で言ったわけないでしょ。頭からだ。マジっすか。はい、もしもし、一番です。おせえぞ、ゴールは2階以内に出ろって言ってんだろ。すみません、頭。お前ひょっとしてまだ気回りしてんのか。はい、ちょうど今日のしのぎが全て終わりまして、今から事務所に帰ろうかと。バカ野郎、もう若の付き添いに行く時間だろうが。は、すみません、今すぐダッシュで向かいます。さっさと行け、バカがお待ち。何やらせても遅いな、てめえは。はい、すいません。分かってると思うが、変な場所に出入りするんじゃねえぞ。若にもしものことがありゃ、お前の命がいくつあってもけじめはつけれねえんだからな。はい、もちろん。若の付き添いですか。やべえ、すっかり忘れてたぜ。ミツ、これ持って先に事務所戻っててくれ。ちょっと、こんなの俺から頭に渡せるわけないっすよ。付き添い終わったら連絡くださいよ。俺適当に時間潰してますから。¿En serio, Club Sega? Yo me imaginaba que no podían evitar incluirlo. Pero bueno, por el momento no podemos ir. Caray. Bastante lujoso. ¡Oh, oh, oh! ¡Nichaya! ¡Waka! ¡Ey, ya! ¡Arakawa Masato-san wa! ¡Honjitsu wa mada omie ni natte orimasen ga! ¡Sou su ka!Ahí está. Ha dicho que iba en silla de ruedas, ¿no? ¡Se va a hacer de esta vaca! ¡Shinogi ya está de contente!
場所をわきまえろ。すいません。今日が何の日か忘れてたのか。まさか夢野さんの誕生日ですよね。手ぶらじゃないだろうな。一応買ってきたんですが、時間もなくて大したプレゼントでは。まあいい。それより一、親父に喋ってないだろうな。もちろんですよ。何か聞かれたらデパートに買い物に行ったと話しとけ。はい。Le estamos ocultando algo al jefe。あのジジイ、いつまでも俺をガキ扱いしやがる。心配なんですよ。若のことが大切だから。知ったような口を聞くな。すいません。Hey, no hemos acabado. Aquí unos extras. Recuerda dejar tu like, presionar el gran botón rojo a su derecha si no lo has hecho ya y dar un campanazo. Puedes ver cómo juego en directo en Twitch, que es la versión sin censura. Y si te gustan las aventuras, tienes los enlaces de mis libros y más en la descripción. Te veo en el próximo vídeo.